メガサブ TV。 はい、皆様こんにちは。ね、本当はメバル情報じゃなくて違うことをやりに行ったはずなんですが、それまでね、時間潰そうかなと思ってメバル釣ってたんで、メバル情報にしちゃいます。なんでね、とりあえずスマホで動画は撮ってたんですけど、ログに何も喋ってなかったんで、ナレーションで入れたいと思います。でね、1月31日16時ちょっと過ぎ頃かな。で、まだ全然、明るい時間帯だったんで、平地にいるメバルをダート系ジグヘッドと、アクアウェーブカンザシピンテールの要はプチ、なんていうのかな、マイクロダートっていうのかな、要は壁についてるメバルをリアクションで食わせて、どのぐらい釣れるかななんて感じでやってました。でね、もうね、だいぶ気温とかも下がる日もいっぱいあるんで、ここね、女川河口のプチ、地区っていうんですか、ね、船だまりに関して言えば、多分まあまあ水温は低いと思いますが、あ、こうやって、ヘチの方についてるメバルちゃんに関して言えば、まあ四つ角とかね、いろんな方向にこうね、画面見ても分かると思うんですけど、壁があると思うんですけど、その壁でも一番メバルがたまりやすい場所っていうのはね、やはりあるんで、それを探しながら、釣ってもらえれば、まあそれなりに、まあかサイズはね、ちっちゃいですけど、釣れるんじゃないでしょうかって感じです。で、これね、賞味メバルやったら何、30分ぐらいかな。で、一応魚は手元に釣ったのが3匹、おちゃんって落としたのが1匹で、まだ明るかったんでね、魚がそのなんていうのかな、ヘチ際のね、カキ貝とか貝殻ついてる下からピュッと出てくるのもまあまあ見えたんで、まあ、いるにはいるんだねっていう感じでした。で、話変わっちゃうけど、本当は暗くなってからちょっとね、違う魚種を狙って釣りをしようと思って、夕まつめ狙いで行ったんですけど、夜間撮影する赤外線で撮れる方のカメラのバッテリーが死んでました。なので、なんだ、動画も撮れないならやってもしょうがねえかな、寒いしなっていう感じで、結局家に帰ってきてぬくぬくしてるわけでございます。まあ小名浜全体的に見てね、なんかあんまり、長い時間できてないんでつかみどころないんですけど、まあちょろちょろっとちっちゃいのは釣れてるのかなと。あとはまあどこっては言わないですけど、とある場所はやっと開幕し始めたみたいですし、ただ俺が一番好きな場所が今んところのイメージだとね、例年ならもう十分カツ釣り楽しめるはずなんですが、全然魚が行ってないっていうか、やっぱり、まあ、今年が初めての年なんで、なんとも言えないんですが、ね、イオンの明かりがかなり影響しているのかなっていうような感じで、これから検証しないとダメみたいな感じでした。そんなわけで、小名浜ワンオークメバル情報でした。釣れたからいいよね、まぶしい。終わり。ご視聴ありがとうございました。やっつけ動画ですみません。